こんにちは、橋本彩子です。前回ですね、宗教2世3世の方が生きやすくなるためにはっていう動画をアップさせていただきました。創価学会のお家に生まれられて、エホバの証人のお家に嫁がれて、で今は宗教を脱退されて、うつみ式の精神構造分析を軸にした相談業をされている中村文恵さんに対談させていただいたんですけど、その動画が40分ぐらいある充実した内容でして、その動画の中でのエッセンスとなるところダイジェスト版ということでお伝えさせていただこうと思います。詳しく学びたい方は前回の動画をフルでご覧いただければと思います。前回の動画のエッセンスということで、まず宗教2世3世の方の生きづらさの原因とは何かということで、まず宗教2世3世の方って宗教の教理を優先して生きてこられたかと思うので、いろんなルールでがんじがらめになっていて、自由さがないっていうことが一つ挙げられます。あれやっちゃダメ、これやっちゃダメっていうルールが多いですし、エホバの証人でいう世の人っていう信者さんじゃない方とあんまり関わっちゃいけないとか、同じようなことしちゃいけないとか、そういったルールもあって、でそういうルールに自分自身ががんじがらめになって、宗教をやめた後もそのルールに縛られてるっていうことになります。2つ目が二元思考っていうキーワードが出てきたんですけど、物事を善か悪かで判断してしまいがちで、宗教の場合は神様が善で自分は間違いも犯す人間だから悪というふうに捉えてる方が多いということです。自分は悪っていう前提で生きていて、罪悪感を持っていらっしゃる方が多いので、自分よりも他人を優先することが多いですし、自分を犠牲にしていたりとか、そういったことで自分に対する罪悪感っていうのをどんどん育ててしまっているっていうことが生きづらさの原因になってきます。罪悪感持ってると自分の好きなことをして楽しんだりとか幸せになるっていうことに対しても罪悪感を感じてしまいますので、そこで幸せになっちゃいけないとか、好きなことをしちゃいけない、楽しいことをしちゃいけないっていう風に自分の罪悪感が自分の幸せな人生にブレーキをかけてしまうことになってしまいます。3つ目がアダルトチルドレン像っていうキーワードが出てきたんですけど、0歳から5歳までっていうのは無意識にいろんな記憶が残りやすいっていうこともあって、0歳から5歳までの家庭内での役割に大人になってからも縛られているっていうことで、例えば家庭内でご両親の仲が悪くって、例えばお父さんがお母さんにモラハラをするような家庭だった場合、お子さんはそのお母さんを慰める役割を背負うことになって、で大人になってからも誰かのお世話をしてないと自分の存在価値がないとか、自分の役割を生きないといけないっていうふうに縛られていることがあります。でこの役割に関しては、そのお世話役以外にも、例えばヒーローとか、あとはおどけ役みたいな役割だったりとか、スケープゴートっていう生贄だったり、いろんな役割があります、これ詳しくは私の書籍にも書いてますし、過去の動画でも取り上げてますので、よろしければご覧になってみてください。生きづらさの原因の4つ目が苦痛の共有っていうキーワードが出てきたんですけど、親と同じことをして親から認めてもらおうとするっていうことがよくあるそうなんですね。例えば親が何かしらで苦しんでたら、自分もその同じような苦しみを経験してたりとか、そういったことが挙げられます。今までお伝えしたのが宗教2世3世の方が生きづらいと感じる主な原因になっているところなんですけど、それらを手放すにはどうすればいいかっていうことで、まずは自分がどんな状態なのかっていうのを俯瞰して、客観視するっていうことで、例えば今までルールでがんじがらめになってきた部分だったりとか、罪悪感を育ててしまってたなとか、家庭内での役割こうだったなとか、親と同じことをこういうふうにしてたなとか、そういった部分を自覚して俯瞰して客観視するっていうことが、まず生きづらさを手放すためのきっかけになります。実際こうやってたんだなっていうことが分かれば、もうやめようっていう思えるようになるので、っていうことと、あとはこれはちょっとプロの力を借りる必要があるかもしれないところなんですけど、家系図を作るのが文恵さんが行われているうつみ式の精神構造分析の手法で、自分自身のご両親の、それぞれの家系図を作って、でここの部分とここの部分が共通してるなっていう、専門用語でフラクタルって言うんですけど、同じようなことをやってるとか、子供の数が一緒とか、いろんな共通点が見えてくるので、そこで自分も無意識に同じようなことをやろうとしてないかとか、やってきてないかっていうことを知るっていうのが、家系図を作ってフラクタルなところを把握するっていうことになります。
で、まあ、ただこの手法っていうのは結構人によっては苦しかったりするんですよね。辛い過去を思い出してしまって、場合によってはもう過去の抑圧してた感情がわーっと出てきて、文枝さんも実際しばらく寝込んでしまったっておっしゃってたんですけど、実際苦しい方もいらっしゃると思うので、そこがまだちょっと苦しそうだなっていう方は占いがいいよって文枝さんがおっしゃってて、でこの占いっていうのは星座占いとか四柱推命とか動物占いとか何でもいいと思うんですけど、なんで占いがいいかっていうと、占いっていうのは自分自身がある程度持って生まれた本質っていうのを知ることができるんですよね。本質を知って、その本質からずれてるなっていうところがあれば、ずれ感を知って、本当は自分はこういうふうに生きていけるんだなっていうことが分かるようになるっていうことです。で、文枝さんは射手座で、エレメントでいうと火の要素があるお持ちでいらっしゃって、本当はもっと燃え上がって生きていく方だけど、そこに気づくまではそこの部分を抑圧されてたっていうことをおっしゃってました。で、私の場合は双子座で、動物占いが落ち着きのない猿なんですけど、本来すごく子供っぽい、いつも無邪気に遊んでるような本質なんですよね。実際は楽しいこととか遊びを仕事にした方が生きやすくなるタイプなんですけど、ルールで強制されてがんじがらめになったりとか、自由がなくなると途端にパワーを失ってしまうタイプなので、そういったことが分かるという意味でも占いって侮れないなっていうふうに思いました。生きづらさを手放す方法の最後、これが一番大事なんですけど、人によってはちょっと辛いかもしれない、怒りを感じる方もいらっしゃるかもしれないし、感情がちょっと揺さぶられるかもしれないんですけど、自己否定する、もしくは自己卑下っていう、今の自分を作ってるのは過去の習慣なんですよね。過去の習慣が今の自分を作ってるので、今まで生きてきた自分自身を否定しないと未来は変わんないんですよ。でもこれは実際そうだなと私も思ってます。例えば今とても生きづらいけど、これからその生きづらさを手放して生きやすくなりたいのであれば、自分自身を一回こう全否定しないといけないっていうことを文枝さんおっしゃってまして、で場合によっては今よりも一時期辛い状況に突き落とされる方もいらっしゃるっていうのはあります。まあ例えで言うと何だろうなと思った時に、まあ、私精神科の薬とかアトピーのステロイドとか弾薬をしてるんですけど、弾薬するとすごいことになるんですよね。もうこれ人間の見た目じゃないだろうみたいな状態に、そういう時期を数年過ごすことになるんですけど、でもそこを乗り越えていかないと、ずっと薬に依存する自分のままで変わらないのかなっていうのは思ってるので、そういう意味で今までの自分の過去の習慣が今の自分を作ってるっていうことを自覚して、今の抱えてる問題っていうのも自分が作り出してる、自分自身に原因がある、これが外的要因と内的要因っていうキーワードが出てきたんですけど、自分自身が問題を作り出してると把握するっていうこと。同じ環境でも、例えば学校で同じクラスで同じ先生でも、元気な子もいれば病んでしまうような子もいるっていうのは、その病んでしまう子がいるっていうのは先生が悪いわけでもなかったりするんですよね。っていう意味で、親がこうだから自分がこうなってしまったっていうのは、多分今まで思ってきた、思考してきたパターンかもしれないんですけど、でもその被害者意識から抜け出さないと、生きづらさからの脱出っていうのは無理なんだなっていうのが、文枝さんとの対談で私も実感しました。これを多分お伝えすると、多分私のコメント欄とかでも怒る方いらっしゃるんですよね。実際多分毒親育ちの方で、本当にひどいことされてきた方いらっしゃると思うんですよ。いろんな暴力を受けられた方とか、本当に壮絶な過去をお持ちの方いらっしゃるんですけど、被害者意識の中にいることはできるんですけど、過去の経験を乗り越えて自分の幸せを手に入れるんだっていうのは、自分が決意することであって、誰かが責任を持ってくれることでもないかなと思います。っていうようなことを、私がお伝えしても受け入れられない方もいらっしゃるかもしれないので、文枝さんのお伝えする言葉の方が入ってきやすいと思うので、よろしければ1個前の対談動画ですね、概要欄に貼っておきますので、特に本当に深刻な方はそちらの方をご覧になっていただければと思います。ということで、この動画が参考になったと思っていただきましたら、高評価のグッドボタンを押してください。私に取り上げてほしいテーマのある方はコメント欄でコメントしていただくか、概要欄に記載の LINE 公式アカウントをお友達登録していただいて、メッセージしてください。このチャンネルのチャンネル登録も
よろしくお願いいたします。